サムタイムズが本日2月7日にニュー EP、A パート EP をデジタルリリースした。サムタイムSのコンセプトとも言える、日々の生活の中に心地よく入り込むような音楽をテーマにした本作には、昨年2023年にデジタルリリースした楽曲、ブルーとリグレットに加え新曲が4曲の計6曲が収録されている。ポップなメロディラインが印象的なエンドロールをリード曲に、ソータ、ブヨのソウルフルで温かみのある歌声にフォーカスを当てた原点回帰のような一作となっている。ポップなメロディラインが印象的なエンドロールは、寺内俊夫エンジニアに迎えて制作。ソータが紡ぐキャッチーさを持つ独自のポップスに、タッキー、G の繊細な日本語詞のリリックが彩られ、まるで映画のようなシネティックな編曲とミックスが魅力だ。ミュージックビデオは縦型の映像で制作されており、男女の切ないすれ違いが様々な小道具と道のりで表現されている。なお、サムタイムSは2月23日に東京、Spotify オーネストにて、ワンマンライブ、チップオブペニーを開催する。こちらのチケットは、現在一般販売中だ。A パート EP 2024年2月7日、水曜日デジタルリリースプレ、アド、プレセーブ、https://lnk.2/受付画面に記載の注意事項をよくご確認の上、お申し込みください。問い合わせ先、HIP0334-75999、www.hipjpn.co.jp。